コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才外野手作成、左投げ左打ちの外野手、フォームは東条小次郎、好きな球団は、球団固有キャラは出てこないんですが日ハムでやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン。星172。なるほど、守備補給が低い。うん、これはどこかの日野くんですね。まずはね、ちょっと歩数使っちゃうけどやる気取って、オッケー。はい、赤を消す。野球超人伝とかいけない？偉人伝、ネバ逆境、ネバネバだぜ。パワーアップ、回復か輝きが欲しいな。どうですか、ナイスタンド。超回強い、輝いてほしい。1個ぐらいね、1個ぐらい箱。いい位置じゃん、最高かよ。はい、ってことで捨て1が箱2個取れたの大きい。あれ、おかしいな、補給35で一番低かったはずなのに一番高くなってるぞ。さあ捨てに、なるほど、これはシャッフルをするか戻ってくるか。ビッグボス、あ、これはね、あのダウンロードしたビッグボスですね。こっち側からノリノリ、ナイス、これありがてえ。ここ潰せんのすごくあり、やる気勝手チャンスし、オッケー。はい、落とすんかい。ヒーリング落とすはさすがに悪意。早えんで落とすの。ちゃんめ。これ何番かな、チャンス持ってて、ちゃんめ持ち。1番のような、クリーンナップのような。うん、悩みますね。さあ、ステ3。もうこれは単純でいいかな。赤なくす。おー、単純だと思ったら。そうでもないかもしれない。守備低いところを上げていく。ウィー、あれ、おかしいな、パワー高かったはずなのに。マイナス10、プラス2からのマイナス10は悪意よ。ナイス。いやー、ヒーリングないね、ヒーリングないね。博士さんいないですか、捨て4捨て5。博士さんこんにちはしましょう。どうせだったらね。お、珍しいね、3人いるわ。チヤホヤ持ってないで3人いるってなかなかにね、珍しいよ。捨て5だったらそこそこあるんだけど、捨て4ではね、結構レア。会える間合い、会えない間合い、会える間合い、止まるんかい。偉人伝、ミートに変わる、回復する、金縛りが解ける、も最悪です、最悪だー。逃げろ逃げろ、止まれ止まれ、余裕。あの女ちょろかった。ヘイヘイヘイ、いや弱えな。最後、野球超人伝と博士とかないかな、そんなセットないですか。いない。夢は見る、男は夢を見る生き物なんだ。ドーン、ふう、まあ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 、いやー弱え、これは弱え。ダメ打ち、なんか特能強えな。もうね、これロックオンされたいね。はい、回復 OK、 会える前か、でもロックオンされたい。うおっと、宝箱がどこに出たかだな。野球マンは、これは下でその後左ルートもあるから会えそうな気はしてる。箱の位置次第だね。下で、あ、左でも上行かなきゃいけないのか、なるほど。終わった終わったよ。
ザクザクステージ、これでどうかな、どうかな、諦めなければ何かが起こる。あ、箱2個いける、強、わお、諦めなければ奇跡が起こる。野球超神殿引いていく、ナイス、いいじゃん、いいじゃん。548、1234567891011112、きた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 ー、やる気なんかいらねえよ。てい、てい、欲しいのはそうだな、総力入ったらこれ1番バッターちゃんめと固めあるしいいんじゃない。さあなんだい、パワー、おお、なるほど、いや挽回したね、591、これが動画化されるとは自分でも思わなかった、大逆転ですね、ステゴ。ということで名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前星591から国井くんという名前になりました。いかがだったでしょうか。ミート S、 総力 A、 固め粘りちゃんめ、一番バッターとしてなかなか面白い能力になりました。果たしてこの子がどれだけオートペナント頑張れるか期待して回しみましょう。はい、1年間オートペナント回しきました。結果はこちら、打率3割5分7厘、見事ミート S99 固めちゃんめ粘り打ち、よくやりました。うん、見事首位打者のタイトル、そして204安打、唯一の200安打到達で、見事最多安打のタイトルもゲット。これ珍しいね。50本の2塁打打ちました。足早かったし、よくやった。そして今回1番バッターでホームラン35本と、弾道4、パワー A88、これも強かったね。で、今回、まあ、チャンス C 持ってたんですが、1番バッターとして使ったので、まあ、打点が83と、3割7分2厘。うん、得点圏打率もね、プラスなんで、よく頑張ったかなと思います。それでも日ハムは弱かった。残念。で、ファーボールが99の、盗塁が21個、成功率が5割8分3厘とかなり落としてしまっているので、ここがね、もったいないかなと思いますと。うん、あとは、猛打賞22回、これダントツだな。で、対左対右は、対左で3割9分9厘。うん、大台の4割まであと少しでした。特に対左はねついてなかったんですけどね。あとは長打率6割3分2厘、出塁率4割5分4厘でこちらもタイトルゲット。 OPS は 1.086。 ということで今回の国井くん取ったタイトルは、首位打者、最短打、最高出塁、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブの合計6個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。